能な成長に向けて、これから企業にはパーパス、存在意義が問われていきます。会社はパーパスに共鳴する個人の集まりになります。高齢化する社会の中で、企業が、そして社会保障制度が果たすべき役割とは何なのか。それは単なる高齢者の雇用を超えたより広範なテーマだと考えています。 ESG の本質は企業のリスクマネジメントの向上にとどまりません。より良い市場を形成する投資機会を生み出す重要なファクターです。ジョブ型への変革には責任ある経営者の胆力が必要です。平等ではなくフェアネス、外部競争力の確保が今後の勝負を分けます。会社は進化し続けなくてはいけない。でも走り続けるのって過酷ですよね。それは従業員のウェルビーイングがあってこそ実現するもの。成長のための成長ではなく、社会課題の解決につながる意味のある成長が今求められています。